ここは202号室秩父ラブラの部屋だ。誰もいないな。ラブラはまだ帰ってきてないのか。一つ積んでは父のため、二つ積んでは母のため。おばあちゃんと一緒です。大変申し訳ありませんが、ただいま外出中のため電話に出ることができません。ピーという発信音の後にお名前、お電話番号とご相談の内容をお話しください。やっぱりダメか。中に入ることはできないみたいだ。それにしても俺の体を乗っ取ったやつは一体何を企んでるんだ。肉体を奪われただけでも十分腹立たしかったが、どこの誰かもわからないやつに自分の部屋を占拠されているという事実も不愉快極まりなかった。姉貴だってきっと怒るだろう。何しろこの部屋にはまだ姉貴の私物がたんまりと残っているのだから。俺が越してくるまでこの103号室には俺の姉入り立つ明菜が住んでいた。年齢は23、陰性でちょっと変態的なところのある変わった姉だ。その姉がアメリカの大学に留学することになり、古来館を離れることになった。姉はこの部屋に愛着を持っていた。留学を終えたらまたここに住みたいと姉は言った。
そこで俺が彼女の部屋を譲り受け、代わりに住むことになったのだ。俺は17歳の高校生だが、俺が一人暮らしをすることについて両親は反対などしなかった。なぜなら俺には両親なんていないからだ。俺と姉は信州の山奥でじっちゃんに育てられた。そのじっちゃんもすでに他界し、今俺にとって身内と呼べるのは悲しいかな、変態の姉だけしかいない。まあとにかくそんなわけで、この部屋にある家具や電化製品の類は全て姉貴のお下がりだ。机も布団もテレビもパソコンも、もちろんだからといって見知らぬ何者かに部屋を漁られてもいいということにはならない。一刻も早くナンダーラ・ガンダーラを見つけ出し、肉体を取り戻さなければ。ここは201号室ダイハツメーカの部屋だ。メーカの年齢は聞いていない。おそらく高校生ぐらいだとは思うのだが、学校には行っていないようだ。いつもこの部屋で何か機械類をいじったり研究らしきことをしている。今も何かを作っているようだが、僕はインベンター、君はインバイトハー。君はインベーダー、これはインバーター。メーカは頭がいいのか悪いのか、知識があるのか無知なのか、たまにわからなくなることがある。例えば、お届け物です。は？昨日宅配便の兄ちゃんが来てな。でもお前おらへんかったやろ。せやから代わりにうちが。なんなん魔法の鏡号って。あ、なんでもねえし。なんでもあるやろ。いいから。まあええわ、見ればわかることやし。見る？一巻だけ貸してもろたんや。で、これからナルギドの部屋で鑑賞会を。なあ！ん？